ゆるい感じのあのね鬼別でねやらせていただける楽しい時間で、あっという間です。人数が多いとねよりあっという間に感じましたね。感じますね毎回。よたちさんありがとう。今日も司会しましたけども楽しかった。そうなんだよ、明日もう頑張ってね。明日、そう明日コンサートで、昨日もコンサートで今日にこの場で明日もコンサートだから、スタッフさんとかもねだいぶ大変だと思うんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。あーどうだろう、アーカイブあるかな、ニコ生さん。こんばんは、ゆたちさん入ってありがとう。リンゴヘア、リンゴヘアにして知ってみたんだよ今日は。今日はパーカー女子。博多で友達と夜ご飯場所を探してる、おすすめあります。さっき愛理も博多いたんだよねさっきっていうかニコ生終わって博多駅寄ったんだよね、プラッと若菜とディノと。クリスマスマーケット一瞬ちょっと見てみようってなって、とりあえず写真だけ撮りたくて行ったのよ、プラッとね。したら人が多くてね何も買わなかったけど写真だけ撮った。おすすめのご飯なんだろう、夜ご飯。博多駅ね私あんまり行かないからさ、どこだろうね。地下、博多駅の地下とかいいよね。もつ鍋大山とかなかった。亀さんありがとう。今日日曜日だったからね。夜、朝、夜だ、昼夜。最高の3日間だ。初めての福岡、そっか、来てくださってるけどありがとう。そう、今サッカーやってんのよ。地下の海鮮屋さんあるよね。結構地下がいいよ、博多駅の地下。サッカー、サッカー、二人、うわ、もつ食べる。なんだろう。博多駅の上。上。なんか博多駅ね、久しぶりじゃん、久しぶりじゃん。2列目、おお結構前だね。ちょっと見てみます、アベマを。川崎総合はちょっと結んでんだけど、後半なんだよね今。どうなってんの。ケイナちゃんありがとう。試験お疲れ。コスタリカお疲れ。ねえ今0対0。本当だ、うわ
後ろまで見るよ。ゴキまで、劇場でゴキまでね、いたよね。コンサート初めて、コンサート初めては、初めての人も来てくれるの嬉しいね。ありがとう。楽しもうね。雪落ち着いてねえ、お宅を復帰、いやマジで本当に心待ちにしてる待ってるよ本当に。約束ね。同い年が、ん、ライバル中、同い年、ああ同じ、あ、ライバルチームかグッチーさん、ありがとうございます。勝利の女神、勝利の女神、あ、いや、なんか勝利の女神になれるのか。前回はね、なんかいろんな、いろんなっていうか金髪の話してた。え、え、ちょっと待って、あ、びっくりした。話してたら盛り上がって、なんかいつの間にか点入りましたしね。双眼鏡、いや持ってった方がいい、絶対に絶対持ってった、3回だったら持ってった方がいいと思う、きっと。いや見えると思うけど、でもまあ肉眼でも全然見えると思うけど。わっ、ちょっと、なんかどうなの、実況人気な、いや勝手に実況してるだけだよ3月までに絶対来ない、公演3月までに。でも生誕祭とかさあると思うけど、いつになるか分かんないけどさ、ね、生誕祭はやっぱファンのみんな全員来てほしい、やっぱ。マジで勝てるかな、1点入れてほしいよ絶対に。絶対にね、危ない、危ないよ、抜けてるよ、あ、うわうわうわ、怖っなんかすごいねこれさ、なんかさサッカーって上からこう見てるわけじゃん、うわーってこうボール取りに行ってるとかなってるけどさ、実際はめっちゃ走ってるわけじゃん、選手の皆さんがすごい距離を走ってるって考えたらすごくない？しかもめっちゃ足速いよね。生誕祭はね2月なのかな、でも2月中にできるか分かんない、どうなんだろう、2月中だとは思うけど、いやどうだろう、普通に行けば2月中かもしれないけどね、仕事のあれとかでなんか公演が組めないとかになったらちょっと3月とかもあり得る、ね、全然。ね、みんな絶対来てほしい、ファンのみんな絶対来てよ、もう生誕祭に来てくれることがやっぱ嬉しいから、生誕祭は、生誕祭はね、やっぱなんか通常公演もやっぱさ嬉しいわけよね、ファンのみんなが来てくれるのはさ。嬉しいんだけど、え、なこちゃんがニコ生で1年間で成長したメンバーに愛知って言ってくれてるよ、え、え、ちょっと待って、本当にそれ、ちょっと今サッカーどころじゃないよ、そのそれは嬉しすぎるでしょ、え、本当、待って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 、サッカーどころじゃないよとか言って、ねえ本当ですか、
それマジ？それさ、その冗談とかじゃない、あの流れでとかじゃない、ちゃんと言った、ちゃんとおっしゃったの、それはさ、なこさんがそんななんか大したあれじゃなくさらって言ってくださったとかでも全然嬉しいけど、マジで？え？ちょっと待って、本当に聞いてく、聞いてた方、聞いてた方いる。あ、イレブン選ぶ企画ね、そういうあれか、企画の中で言ってくださったのか、あのニコ生の。やばい、嬉しすぎない？やばいね、嬉しいね。ちょっとどういう経緯でその名前が出たのかあんまり、あでもあ今わかんないんだけど、名前がなこさんから名前を出していただけたのは嬉しいことだ、嬉しいことだ。何に入ったの私、何何何のやつ、な何が5位なの。成長したランキング5位、成長したランキング、何のランキングそれ、成長したランキング、何どういうあれなの、何を基準に成長した、あファンが選ぶ今年成長した、あそういうことか、ファンの方のアンケートあったんだ、したんだね、えすごい、ありがたいね。どんなランキングどんなランキングだ。あそれその企画であれなんだ、なこさんが言ってくださった、あの選んでくださった、選んでくださったっていうか名前を挙げてくださったってこと、ありがとうございます、嬉しい、それは嬉しいね。光栄です、え今ちょっと待って、点入ってないよね、こういう盛り上がりの時に前回入っちゃってたから急に開いたらもうなんか点が入ってたからちょっと見たいと思う、あえなんか今なんで？ちょっと今いけたよね。うわぁ。今いけたよね、確実に。ちょっとさ、惜しかったよね。失敗しとるやないか。失敗しとるやないかとか。うーわー今の入ったよな、頑張れば入ったよ、惜しかったよね、相手にめちゃめちゃぶつかってたよボールが、あ47ありがとうございます、なになに、愛知の漢字間違えてる、なんでなんで、あのディガのディになってるとかじゃないの、ちょっとみんなコメントで
ニコマ、ニコ生のコメントで、うわーこれ危ない、痛いね、これダメだよ、海外の選手に危ないよ。なんかさ、イエローカード出たとか言ってたよね、日本の選手で。あ、待って、危ない、うわ、ねえ、イエロー、またイエロー、うわー、もうチャンスなのに、え、なしになってた、なんでだよ、なんでなんだよ、終わり、なしなんかな、間違えられたことないかも、逆に難しい感じ、今のチャンスでしたね、かなり。コスタリカって強いんですかな、あの順位が強い、私たちより、私たちって日本よりどうなんだ、これ1点欲しいよね、点欲しいね。アベマ TV で見れますよ。アベマで見れます。うわあ、ちょっとでかすぎたか。フォクペグさんありがとう。30分経過、これ勝ってほしいね。どうなの？1.3、 ああ B さんのイントロ踊ったことないわ、まだ難しそう。でん、いや、サッカーってマジで大変だね、サッカーってすごい体力使うね、思えば野球より使うもんね、体力、スタミナ、そう考えたら野球ってスタミナあんまいらないよね、いや走り込みとかあると思うけどさ、野球部もなんかスタミナっていうよりかはその野球部ってその違うよね、そう考えたら。なんか日差しで見えない。あ、惜しい。野球はそうね、出るところが、出る場面がさ、少ないよね、その打つ、わっフリーキックだよ、何なんでよ、どうしたの、え、あーそういうことか、音なしで見てると分かんない、フリーキックまた、あーどうしたどうした、ええどうした、なんか倒れ込んでる、なんかされました、怖いよ、
本当に怖いよ。あ、痛そう。ちょっと怖い。衝突とかが怖い。サッカーはなんか衝突が、あの膝が顔に入ってとかあるよね。頭がなんちゃらで強打してみたいなあるよね。カウンター怖いね。カウンターが、あ、来たよ来たよ、チャンスが巡ってきたよ。またこっち側にいますよ。あー、またやばい。このカウンターだ。カウンターさん付けで面白い。そうなんだ。本田選手が今、そっか、副音声また、あ、解説されてるのか。昨日も今日もよかったよ。イエーイ。明日も頑張って、明日頑張ってちょっと駆け抜けなきゃね。とりあえず明日まで頑張らない。え、イエローカードありました？日本イエローカード出たんでしょう。あ、イエローカードじゃない、え、退場にはなってないよね。イエローはもう仕方がない。レッドはもう終わりだ。え、ねえ、抜かれてるよ。大丈夫ですかね。怖い。え、なになに、みんなの方がラグで早いんだけど、やめて。ああ入っちゃった。しまいました。もうやばいね。やだ、見たくない。もうだって後半だもんね、これ。見たくなくなっちゃう。なんかちょっと緩かったよね、ここ。どうしたのって思ったんだけど。4番の4番の方に、あなんかそのもたもたこう見えちゃったんですけど、ゴール前の時に。なんでも私も分かんない。サッカーそんなに分かんない。分かんない。なんかちょっとね、なんか空気が悪かったよね。なんかそのゴール前の空気がなんかね、やられる空気してたんだけど、あれ見てた時になんか感じ取ってしまったよね。え、大丈夫？と思っちゃったら入ってましたね。辛い辛いよ。時間ないのちょっとさ、焦っちゃうよね。焦るとなんかいいことなさそうじゃん。
なんかなー、ちょっとなんかわかんない、今日行ける気がしません。猫さんが今年ね、猫さん言ってくださったらしいよ、言ってくださったっていうか なこさんセレクト、なセレクト、なこさん選んでくださった、嬉しいよ。な足止まってるね。なそうなんだよね、なんか足がちょっと止まってる気がし、えなんかそのあのこの前勝った時の試合の方が足が動いてた気しちゃってるけど、私も分かんない、普通なことしか言えない、普通というか的を得てないしかもしれないけど、なんか分かんないね、勢いがどうなのっていう感じ。なんで泣いちゃったの、つらい、ショック、焦っちゃうよ。なんかサッカーって一個一個が長ない？そのさ、バスケって展開早いじゃないですか、でシュートとかも結構多いじゃん。でもサッカーってシュートまで行くのが長いよね、ちょっとそれがサッカーなんだけど、サッカーの良さでもあるんだけど、なんかバスケとかの方が展開が早くて、コートも狭いし、やっぱ広いよね、やっぱサッカーってサッカーって広すぎるよね、コートやっぱ。9番の選手の守備がうざいって言ってた駅伝もないの、いそうなんだけどね、駅伝長いけどこれそれとはまた違う。駅伝の長さは異常ですよサッカーよりも長い、長いんだけど面白いんだよな、いろんなチームが見れるからな。でもバスケ早いよね、サッカーって難しいよ、サッカー難しい、すごいな、点取るのに結構時間かかるからさ、だからさ余計難しいよね。な、ホイッスルないってねえ、今のいけたよ、今のいけたよ、どうしたの、もう行くしかないよ、あれでもやだやだ、ちょっと大変だこりゃ、ちょっと疲れが溜まっちゃってるのかな、どうなんでしょうか、ちょっと難しいこれは、なんかね、だから圧倒的な強さがないとさ、サッカーってさ絶対に勝てるか分かんないよね。9番が9番の選手がうざいってなんか言ってる、本田選手がそんなにあれなんだな、多分
ド？え、なに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 ？え？ハンド？ハンドしてんの？VR ないんですか？肩？肩なの？肩なの？これ今のもう最大のチャンスでしたよ。最大のチャンスだったよ。これ以上のチャンスなかったよ多分。それぐらいのもう近さだったよね。ああもうやだ。このなんかまあこの難しい感じ。サッカーって難しくなる。いい意味だよ。いい意味でこれもなんかサッカーの面白さだと思うけど、なー悔しいな。あー難しいよ、入んないよ、そう簡単に入んないね。ゴールキーパーってやだねゴールキーパーってめっちゃ怖い、すごいやだ。ゴールキーパーすごい嫌だよ。なんかゴールキーパーのせいにされるし、点入ったらなんか、うん、すごい嫌だ。6分だって。葵ちゃんさんありがとう。6分抑え、あーリンゴちゃん抑え投手、あそうね、あえ日本選手もやっぱさ、こうやって現地にさ見に行くのすごいよね。なんかすごいね、海外に試合観戦しに行ってみたいもんな、好きなスポーツのね。すごい同点になってくれ、せめて同点。なんかもう焦っちゃってますね。葵ちゃんさんありがとう。審判フリー、そうなんだ。あ、判定フリー。エネルギーは一緒確かサポーターやファンやみんなそうだね。好きってすごいな。好きじゃないとこんな海外までね行かないし、好きじゃなかったらいろんなとこと飛んでいかないもんね。あうわがっつり足を。サットンさんありがとう。がっつり
り足を、やだうん、時間使い出した？もうねえ、これ負けちゃったらもうさ、そうだよね。次スペインでしたっけ？スペインって大変、え、大変じゃなくて、いや、もうめちゃめちゃ最強なことは知ってるんだけど、パッと名前が出てこないや。なんかもう、なんか不利に感じてしまうよね、負けてる。にゃー、もう日本絶対入れて、お願いだよ、絶対に勝ってほしい。1点取ってほしい。もう同点攻めて、もう絶対に、もう最後の最後まで諦めないでほしい。葵ちゃんさんありがとう。もう悔しいよ、本当に悔しい。本当に悔しいから、このままじゃ悔しいぞ。スペインがドイツに勝てば、本田選手が実況してるの面白いよね。これは判定の方はどうなんでしょう。判定が7対0。負けてしまった。そうだよね、7対0でコスタリカが負けちゃったんだよね、この前の試合だから。そこに日本が負けてしまったので、やばいじゃん。なあ、終わってしまった、悔しいよねえ。本田選手なんて言ってる？そうのね、なんかもうさ、いやまだね終わりじゃないんだけどさ、なんかサッカーってこのなんか分かんないんだね、本当に。絶対に勝てるという保証はないしね。まだあのグループだからさ、まだ最後の結果どうなるか分かんないよね、まだ。スペ
ペインとドイツ見たら次元が違う。あ、ね、スペイン対ドイツ、うん、次はスペインだから、いやすごいと思うよスペインの強さが。え、川島選手いたよ今。川島選手いらっしゃった。川島選手をはじ、あの久々に見たよ。スペインなんだけど、もうだからサッカーわかんないよ。で勝てるじゃん、勝てる可能性もあるよもしかしたら。だってなんかもう なんていうの、そのさ、これだってさ大逆転 あるじゃん、いろいろと。だからさ、なんかね、だってまあスペインはそりゃ強いんだろうけどさ、もう分かんないじゃん。ワンチャンないですか、ワンチャン日本勝てるっていうのない？期待したい、期待したいよね、やっぱ期待はしたいよ、期待はしたくなってしまう。負けてしまいましたけど、いやなんか悔しいねやっぱ。なんだか、いやスペインだよ。メンバー温存してくればあるかなるほど、そういうことですね。いやーこりゃスペインとコスタリカ見て、ね、7対0でしょ、ね、やだー見たくないよ、怖いよ怖いよ。7点もさ入るって、あれもうさ、なんかサッカーで7点すごいよね。すごくない？そうだよ、だから今日はその7対0で負けてしまったコスタリカに負けて、日本が負けてしまったので、スペインの試合どうなるのかっていうことですよ。もう見てみたいよね逆に。でもどんだけ強いのかを、その日本でなんか他のさ海外のチームが負けててもさ、なんか人ごとのようにさ思ってしまうんだよね。だからさ、なんか日本で見ないとさ、ちょっと分かんない。キーパー2人とかなしかな、なしだよ。なしだよ。なしでしかないでしょ。ねえ、でもほんと 2,3 人ぐらいつけたいところだよ本当はね。なんかねでも、日本っぽいな、日本っぽい見たい、でも見たい本当に。0対10はやばいと。そうそう、どういう戦いをするのかちょっと見たい本当に。その強さをさ見させていただきたい、スペインの皆さんにね。そう、本当にそうだ。
ねえ、ちょっといつですか？スペイン、じゃあ、スペイン戦はいつなんでしょう？次の試合は強い相手ってもうさ、なんかそのめちゃくちゃ最強と言われてるさところと戦うってなった方がちょっとさ、なんか燃えるよね。やっぱその格上のところと戦うって時の方がなんかもうみんな燃えてる気がする、心が。あー、続いてじゃあ28時、ねえ見たいな。元町さんありがとう。失うものない。そうね、なんかいい意味で、いい意味でなんて言うんだろう、開き直ってできるというか。でもそこで勝てるっていうのはさ、当たり前じゃないよね。だって普通に言ったら負けちゃうんだから、そこで勝てるってすごいよね、本当に。そっか、見たいけどちょっと時間がすごいな。いや、もうスペインが強いのはね、もう分かってますよ。分かってるんですよ。そうだよね、本当にそう。100% 強いよ。いや、まあまあ、本当にちょっと悔しいね。ちょっとみんなのなんかその本田選手とか、まあそれ、まあ他の出てた選手のインタビューとかちょっと見たい。この前の長友選手のインタビューが面白かったから。スペイン対ドイツ、ボロボロされる雰囲気だった。明日はまあコンサートなので、皆さん応援よろしくお願いします。応援というか HKT の応援よろしくお願いします。みんなで楽しみましょう。髪色変えてくれないかな、お願いしますよね。あの長友選手、長友選手今日いた？今日出てらっしゃった？明日はちょっと頑張れ。頑張れ。
間に入った、明日もちょっと早起きだな。明日はなんだろう、明日はそうだな、昨日のコンサートよりはコンサートとかのセットリストとはねちょっとまたなんだろう違う、違うというか全部一緒っていうわけでもないんですけど、また違った感じだな。なんかまあ昨日はチーム戦みたいな感じだったよね、チーム対抗みたいなね感じだったけど、明日はまたちょっと違った感じになると思います。なんかもうでもちょっとなんかいろいろまだ落ち着けない全然。もうショールーム配信してる時はまださあれなんだけど、なんかまだちょっと昨日もそうだし、もう今日も明日もそうなんだけど、ちょっとなんかまだちょっとやっぱバタバタしてる感じが、余裕がありませんね。あーオープニングは夜かな、うんうん、亀さんおいちゃんさん、かみさんありがとう。明日の方が広い会場だもんね、サンパレスですからね。ありがとうございますという感じ。ピュア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 。最強博多が待って、私は明日何時に、今日早く寝る、早く寝ると決めてます。もちろん早く寝たいところ、なるべくみんなのことを見つけます。一人になるとなんか不安になるよね。いやそうなのよ、なんかメンバーと会ってる時の方がまだいいんだけど、一人の時間って結構あれかも、確かに不安になるのかも、割と。確かにそれはそうだ。なんか今何したい、今時間がね、時間があったら何したいの、なんだろう。でも明日終わったら、明日が終わったら、明日が終わったらそうだな、うん、ドラマとアニメと YouTube をゆっくり見たいですか。見たい。でもな、うん、あ、それね、 YouTube でね M1 のね、そうそうそう、あったね、ネタやってた、上がってた、見たい。
そろそろ終わろう。ぼっちザロック、ぼっちザロックね、そうすごい気になってるけどちょっと手をつけれてないです。とりあえず、うわどうなんだろうな、このサッカー、サッカーのこのみんなのこのなんて反省会というか、反省なんかここが良くなかったなみたいなさ意見すごいあるじゃないですか。そういうの見たい見たいというか聞きたい、見たい、みんなの反応を知りたい。ちょっとさ、もうちょっとね、うん、悔しい、もうなんか負けると悔しい、やっぱり。友達さんありがとう。なんでこんなに悔しくなるの。明日のライブで晴らします晴らせないけど、晴らせないけど、その日本代表の方、もう私は明日、今日のこの悔しかった分を明日ぶつけます頑張ります、明日頑張ります、明日乗り切るぞ。ではランキングを、ランキングを読みます。13位藤原さん、12位キムケイさん、11位スミスさん、10位ミミタンさん、9位ターくんさん、8位ノッツさん、7位クロちゃんさん、6位福キヨさん、5位コクピグさん、4位元町さん、3位ナオさん、2位ひろゆきさん、1位あおいちゃんさんです。ありがとうポグピグさん、ありがとう。いやもうみんなの気持ちを受け取って、明日はもういいライブしますありがとうございました。皆さんニコ生も見てくださった方、皆さんありがとう。また明日ね。明日はそうだね、明日、うん明日ね、バイバイ、おやすみ、おやすみなさい。